4人でラブホ行ってプールで泳いだ話だよ、やめろやめとけ、みんなそんな遊びすんなよ、やめとけまったくもう、今こっちはなプレイコンピューターやってんだよ、そんな話するんじゃないよ何これ、もう黄色白黄色白の赤は赤はで、すっごいコントローラー軽っこいつがわからん、あこれしかも LR あると思って LR やってみたらなかったわ、 LR 何なんもないの、じゃあボタン少ない、やこれはすごい、しかもね見て、りょうくん丸の位置に四角があるの、えへえ、四角と丸が逆、そこはずらしてやるんだ、プレステじゃねえよってことか、プレステの形をしてるのにでもファミコンなんでしょそれ、確かにこう思った5倍軽いな本当にすごっ、これでいけたかな、ちょっとわからんな、これは本当に動くのか、さあいったれや、パワー入れた、ほい、うわあ、なんさプレイコンピューターープレイコンピューターどうした、一回消そう、一回消そう、一回消そう、もう一回、向かいな、その一回、やばい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 、バグった、やばいやばい、これ合ってるかな、でもブーって言ってるってことは合ってる、音がね、出てるからね、うわ、あれ音が、ちょっと待って、携帯ある、早くゲームやらしてよ、お兄ちゃん、待ちなさい、今刺してんだから、よし、パワーオン、おお、来た来た来た、よし、まだついたぞ、こっちが上位1だ、いや待てよ、でも文字潰れてるぞ、文字がぐちゃぐちゃだ、ナンバーワンスカイゾーンやってみよう、行こう、反応するか、もう一回ちょっと切るぞ、あこれなんかでもなんか固まっとるわ、ちょっとこう昔のやつ揺らしちゃダメだよこれ、いくよ、おお、ほら、うわなんだ、あ頑張って、頑張れプレイコンピューター、なんだあああプレイコンピューター、あーあおー来た、動く動かんやん、そっちが、そっちのボタン押したらうんってなって一瞬だけ、うわー気になる、そのクールベイビーとかめっちゃやりたいのにトランスミッションもやりたいな、ワンバイワンもやりたいし、うわいやダメ、固まってるよ絶対、ダメだフリーズしてやる、リセットボタン？リセット。じゃあブックオフにクレーム言いに行こう。この動作確認ちゃんとしたんですか？あーもうなにこれ。おお。おお。下にずれた。ボケてる。クールベイビーがなくなっちゃったじゃん。あれ。カーソルしかない。ひどい。毎回面白いことが起こるな。あー。クレームコンピューター。え？すごくないこれ、毎回違うこと起きるじゃん、え、これ30個のバグが入ってますよじゃないあ、わかった、今綺麗、なんかいけそう、なんか矢印の周りになんかメンマ取ってることない、うん、あれおかしいよね、これなんかこれでなのカーソルのさ、カーソルじゃなさやばくない、何あの形稚魚みたいな、稚魚なんかの稚魚やんあれなんかよくわかんないけど、テレビに悪そうだねこれ確かに、うん、テレビをいじめてるだけかもしれない、テレビが壊れそう、これ発電くん呼んだ方がいいのかもしれんな発電くん、これ発電できるわ、これできるよね、あーあーもう固まってますよっていうのがパーンって叩いて、そのわーすごい、しかもそれで影響出んのすごくない、あーもう頼むって、あぁ文字がバラバラになって弾け飛んでる、あぁ狼が動きません、ダメだこりゃ、もうプレイコンピューターちょっと遊びすぎたかな、負荷かけすぎたかもしんない連続で遊んじゃダメだな、すごいな新品のプレイコンピューこうちゃんとね、ちゃんとね、そうちゃんとしないとダメかもしんない、昔の64みたいな、お、なんかおスカイゾーン行くよ、行け、スカイゾーンだ、すげえ。なにこれ始まったぞ嘘だろ、テツ、早く死ぬ前にやんないと、3機ある、3機ある、なにそのキャラクターのデザイン、スクロール臭いぞこれ、どうやら、おーおーおー、ゴールどこで、おーめっちゃ飛べや、横に、あー減ったじゃん、なるほどね、
すごい、遊べるの。お前どっからスタートした？何あのお風呂入ってんの？お風呂入ってんの？すごいな、空中制御がすごい、こいつ。おお、あーなんか吹いてくる、危な。ちゃんとゲーム実況して。これ上になんか銅像ありますよ。上になんかリンゴ、矢印でリンゴのマークあるから、多分あれはコンプリート要素かな。リンゴ、これ上にリンゴあるよみたいなマーク。あーあー、これ時間で消えますね。空中制御がすごいもんね。子供リンクみたいな、子供リンクじゃない、トゥーンリンクみたい。あ、そう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 、スンってことか。あ、そこ乗れないのね。リンゴ取れんくない、これ。あ、虹もなんか関係ある。バカむずい、あそこのとこ行けなかった。これ乗れないわ、やっぱり。乗れる雲と乗れない雲の違いなんとか知らんね。あ、なんか上がある。うわ、絶対届かない、むずい。お、あ、リンゴにある。なにこれ、なにこれ。ああ、ピヨ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 。ライフ、あの左上のやつライフ、あの気持ち悪いの。ライフ気持ち悪い。キモ。そこだけ手バグってるのかと思ったんだ。よいしょ。なにこれ。あ、うん、危ない。なにやれ、なにやれ。入れてはいない。なにやれ。これ落ちれるの、滑れるでしょ。紛れもなく入れだもんな。入れだよね。いや、どう見ても入れだもんな。ハイレじゃない、ハイレ。あ、そういうこと？あるぞ。全然違う。ああ、違う。あれは、あれは入れだ。こう横にはさ、こんな感じで行くのにさ、飛んだ瞬間ビューンって横に。ちょっと横倒すと、スッて込んでいくんだよ。ワンプッシュで。よいしょ。よし。うまい。いいぞ。右のスクロールが追いついてね。ああ。焦る生きる。意外と長いな、しかしね。これいつ終わるのこれ。豚だ。あれなんかここさっきロープにあれが豚に見えるのか。豚だろあれは。だから意外となんだよ。おい、豚だろあれは。え、待って、これさっき来なかった、ここ。うん、大丈夫大丈夫。やっぱ全然謎を解かないと。ほら、入れだ、入れだ、入れに入るの。上だぞきっと。じゃあゴールはそういうことだな。登れ登れ。よいしょよいしょよいしょ。あ、こっち行けない。なんだここ、これ以上上に行けないぞ。これは方向キーとかじゃないの、違う、そのプラスみたいなやつ。上もないね。うん、いや、あのどれが背景。ごちゃごちゃだね。敵倒せないの、上から踏んで。行け行け。おうおうおう、食らった。なんでや、ダメだ、こいつは無力だわ。いじめちゃん、あーもうなんこいつ、しないやん、全然。死ねてじゃ、死んじゃうよ。やばいやばいやばい、体力が。え、これゴールどこ、マジでイライラしてくんなー、ね、超操作しづらい。違うゲームやろ、スタート直してよ。もうこいつ無念。あ、あれ、あれ、どうなってった、あれ、どうなってった、ピンカメルがいる。お、ほら、お、あ、で、あ、リンゴ取った、もらったから、リンゴ取ったら、このリンゴをどうすんだ。危ない危ない、家関係ない。グリングリン、家、さっきのリンゴの、あ、ん、こいつ関係ないから、寝てるの関係ないよね、これ。それは寝てるだけだね、それ。さっきリンゴ持ってきてねみたいな絵あったやん、確かに。けどあそこに、危ない、マジで、待って、一発死んじゃう、何もない何もない。あー、あれあれ、ここもさっき来なかったの。何このゲーム、どこが何なのこれ。お前、あ、やばいやばいやばい、あーもう、あー、いや、辛すぎ辛すぎ。あ、でもリンゴ持ってるね、このリンゴ。行け、ま、何もない、撃たれすぎ撃たれすぎ、落ちる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 、合ってるこのさ。でも、これ地球になってんじゃん、一周してんじゃない、なぜっちゃは。どういうこと。その間にこの謎を解いてクリアするゲームだ、きっと。これさ、このまま右に続けるはず だと思うんだけどさ、スクロールするときに右側の画面下がっていってない、なんか。なんかだんだん右に世界が下がっていってない。あ、またヒントレール、ヒントレール。来た、よしよ。リンゴ取った。よし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 。あとは、なんか女神みたいなやつ探すだけや。あれ行き終わった。あ、なんかこれ、入り口みたいなのがある。何これ、
お、えぇ、あ、あ、ステージ2クリアした。うざー、今のクリアの仕方全然達成感ないじゃん。もうやだ、こ、じゃあ次、虫さんなんか。僕は、やっぱクールベイビーかな。お、来たね。今日10までいかないじゃん。あ、めっちゃ、おすごい、キッキングナウ。どうしようかな。ゴールキーパー。いや、僕はやっぱゴールキーパーかな。おぉ、わかりやすそうだ。ん？ PK のゲームかな。ほんとにじゃん。どっちだ？ 1 5、いっけ。おい、止められたぞ。止めたの？ん？どっち？ゴールキーパー？これ、あ、ゴールキーパーってのか。むちさんのキーパーだ。おいや、ちょっと似てるな。あ、はいや、いや、え、地味なゲームだな。音ゲームだ。スターだな、飛び方は。スマブラなんか小ジャンプ急降下みたいな。え、これ反射神経ゲー？いや、絶対反射神経じゃ間に合わないよ。運ゲーこれ。やってみん。いや、見てから止めるよ、ちゃんと。さあ、哲也、止めれるでしょうか。見て。はやっ！無理無理無理、人間の反応速度で無理、これは。見てからやって、見てから。無理ですね。全然無理。何このゲーム。これは一番つまん。長えし。これダメだ。リセットしますか？しましょう。リセットです。何にしようかなぁ。でもなんかクールベイビーってさ、気になる。想像つかない。うん。スタンドの名前みたいなね。うん。何しよう。いきます。あ、おいで。ほぉ。あれ？二人でできるこれ。二人でやる、二人で。サーザンやつ。あ、やばいやばいやばい。気をつけてね。やばい、怖い。よし。あら、もう反応しないんだよ。あれ、俺いない、俺いない。あれ、二人プレイでやったよ。これなんだ？もうそういう、そういうゲームかい？避けてくれやつか？あ、あー、死んじゃった。いや、今の下手すぎない？しかし。潰れた挙句何になったんだ？あ、手じゃない。あ、そういうことね。どっちが遠くまで行けるかか？進むだけ、これ。あ、全然。え、下手すぎない、お前。早っ。いけると思ったらいけないんだよ、これ。油断したわ。これ何が 2P 要素なの？対戦？対戦してるんだ、一応。こっちから行けばさ、あ、安全ない？そういうことね。あ、むずいじゃん、今。おーおーおー。何それ？ある。お、500点。それでかくない？結構。あ、そんな、あ、詰めていけるか。あ、時間減ってってるよ。やばい、これ取るか。時間なくなる前に全部集めんじゃない？あ、この電気のやつめちゃむずい。早いね。行くぜ。スピード命。まず上。あれなんか手榴弾みたいなやつは何だ？あれも今拾えたから多分あれ集めるっぽいな。どんぐりだよ、どんぐりこれ。あー、っぽいね。これ早すぎ。あ、早っ。あ、いや。あそこ行っちゃダメだわ。腕丸点稼いでんな。え、これ何回やるの？あー、やった！勝てるぞ！緑はダメだって。ここでいい点取れば勝てる。全然楽しくない。でも、800点差ある。3回裏ぐらいでしょ、もう。3回裏。これ点数高いよ。あ、200か。あ、なんかアイテム出てきた。よし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 。よしよしよし。この端っこで。うまく動画箱みたいなやつがめちゃめちゃ高いな。道具袋みたいなやつが。危ない。今のパーっていけたわ。ちょっとビビっちゃうよ。緑は危ないぞ、気をつけろ。遅いなんか。おしろ、ほんとだ。お前いける。いいぞ。これ何？どういう終わりなのこれ。多分全部、あれ？全部遅いな、今俺。あれ、まだ残ってる？どこ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 。え、あります？あ、あるわ。しまった、一番最初に取り直したのか。お、来た。え、お、クリアだ。よっしゃ。おお、3400。ステージ2だ。あ、ステージ2もあんの。同じやん。次のゲーム行こう。ああ、俺だって俺次の次行きましょう。今のゲームしかしなかなか優秀だった。面白いよ。音楽もあったし。うん、ボックスワールドじゃない？ボックスワールド。なんか64のスマブラ始まりそうだね、これ。
なんでこの曲？上はめたら見てる。このでかいテレビでも何これ。あ、これはちょっと面白いぞ。あ、これいいかもしれん。パズル系だ。いいね。ほうほうほう。潰さなきゃいけないのかよ。あ、あれ？積んだ。面白そう、このゲーム。これ面白そうだね。どうやって行くんだ？こうやって向こうまで行っちゃうの？うん、一個一個動かせるから。むずっ。あ、一個一個なんだ。そこまで一個行って、右行って左行って、下に一回回るんじゃない？ちょっとさ、押してから遅れて動くんだよ、こいつ。そういうことですね。だとしたらただの作業芸じゃない？これ。これパズルっていうのか？こういうパズルでした。さっきのやつに出んだから。これ、はい。カット。いいね。つまらん。これはつまらんわ。終わった。いやもういいだろこのゲーム。これもういいかもしれんな。いや最後最後最後。これはこのサブちゃん見てるやついいのこれ。これ多分結構面白くないサブちゃんだよ今。ロードマンロードマン。ついくとこがピークだったな。これやるやるこれで。おおでも一番しっかりしてる。絵がしっかりしてる。おもろそう。すごいな。どんな感じですか？うわ。あ、これで動いた。あ、そういうこと？あ、道を作んなきゃいけないんだって。そういうことか。あ、そういうことか。あー、ちょっと面白い。おもろい、おもろい、おもろい、おもろい。あー、待って、間に合わない？違うって、あれだって、戦車、戦車、戦車。戦車じゃないな。ブルドーザー。あ、ブルドーザーしても壊れてる、まだ。で、終わりか？地味だなぁ。おー。いや、これ結構おもろいぞ。これはね。これ、ミスった人が負けんしょ、これ。どうぞ。哲也がクソアプリとして取りそう、これ。こういう。携帯だったらやっちゃうな。これ好きだよ。これちょっとおもろいね。これだと。早っ。後半暇じゃん。だんだん難しくしてほしいもんだな、こういうものは。滝の工事やってんな。はい、いやいや、もう退屈。数も全然増えんやん、工事の。難しくなれよ。やってる人が退屈してたら、見てる人はもっと退屈なんだからね。もうじっ、ええ、わかりづらい。あ、ないか、ないか、ないか、これか。焦るな、焦るな、焦るな。え、これバグったの、それとも、使用。いや、多分これ、死んだ後の世界だ。何を言ってんの？どっかで事故ったんだね、俺ら。あ、これ、あれ、石、あ、これか、戦車か、びっくりした。あ、これちょっとむずいやん。何かと思って。違うじゃん、これ、バグってない？バグってるな。いやいや、これは、違う、仕様だって。信じるなこの人。だって、夜かもしれんよ、これ。そうそうそう。夜も、普通に夜ってことだよ、これ。ほら、だんだん、やっぱ、タイム減ってきてる、16秒とか。あ、で、ほら、ここピンクだもん。俺、ほんとだ。ほら、朝になった。ほんとに仕様なの？車ちょっと速くなったね。マジ？気のせいか。全然気のせいだった。ブルトーザーマジ、道の概念なさすぎない。うわ、これマジ、暇との耐久ゲームだな。これ使い切った？ 13！ ん？これ使い切った？多分1回しか使ってない。はい。これでゲーム実況してみます。今空気吸ったの面白いな。さあ13ステージいきますよ。まずここの右下のところに、なんで直せないの？あ、これボタン間違えた、びっくりしちゃった。まず左上右上で縦ラインですね。で左下だから、ここで戦車早めに出しておいた方がいいですね。戦車じゃないです。戦車じゃない。ブルートだったらもうすぐ出せるんで、左上、でもまたブルドーザー呼んどいて、あ、終わりですね。立って。なんの、なんの。あ、壊れてる、危ない。これやばくない？時間。10、9。やばいよ、これ。もう来るぞ。このクソゲーで負けるの一番腹立つからな。あと5秒。このなんか、あんま負けた気がしない負けが一番嫌だよ。まあ、それは言ってる。真剣にやった方がいいぞ。これは。やばい、この時間やばいよ。わし確かに増えてんな、なんか工事の数が、だんだん難しくなってる。あ、もうだってほら17秒だ。あとうざいな、これは。15のはやばいぞ。10987654
五。危な。ひどい結末だ。一面に戻った。もう。ひどい。うーだ。でもこれいくらだったっけ？980円ぐらいじゃなかった？これはあそうだ。980円かな？いやでもまあ、こうなんかこういうこと言いたくないけど、多分このサブチャンでとっくに元取ってるよね。気が出しでこんだけ楽しめやもう全然、まあ、今のこのね全クリしたのに何も褒めて褒めずにねパッと戻るところとか面白かったからね、うん、戻るのうざまじですごいなスコアとか出してくれよ終わりましたいやーいやー楽しいんだよ楽しいよかったです、うん、ありがとうピーナッツクラブさん結構こういうね、誰が使うんだよってものもね、こういう風に使いができるんで、うん、別に僕たちが無駄遣いしたってわけじゃないよっていう間違いないおもろかったなむしろ俺らより有効活用した奴らいないでしょ、このコンピューターあそこに残ってもちゃんとね、うん、使いますんで、こちらで、はい、もうゲーム実況だもん、この動画初めて確かに、あれを紹介しようって思ったら多分ゲーム実況だったもん ねいやでも目指せクソゲーマスターへの道まで、できたな、これで、うんもうこれ全クリがやっぱ虫さんの今後の目標ですね一個ずつクリアして頑張ってくださいなんか疲れたわ、うん、なんか今の時代に生まれてよかったなと思ったほんと、うん、任天堂スイッチやろスマブラしまーすはーい